もしもアニメになることがあるならば、この人に演じてもらいたいなと思いました。そして今、高木さんを高橋さんに演じてもらえて、本当に良かったと思っています。ありがとうございますと。と、うん、うわあ、これは嬉しいね。実はい、いつもですね。本日、このイベントのためにとある方からとあるものを預かっておりまして。<お>はい、それを。 ここで皆様にご覧いただこうと思いますさあ、高橋さんやってまいりましたこちらえ持ってくださいはい、ちょっとまず持ってください木村木村木村の肖像画が届いたここで木村回収え、何？さあ、これは、ではね、高橋さん令和、令和、令和はい、ではお見せいただいてよろしいでしょう、発表令和、いきますか高木元年になるのかいきますはい、高木元年 はいこちらなんと原作者の山本総一郎先生が本日のためにイラストを描き下ろしてくださいましたどありがとうございますねうわ嬉しいこれもういついつのどのあたりの二人ねはいもうこのためだけに描き下ろしてくださいすごいはい俺にも見せてようわあ おお、これ後でどうにかなる。多分どうにかどうにかしたいですよ。皆さんも間近で見るべきだと思います。これはあの日の夏なんでしょうかね。ちょっと西方君の表情、西方の表情めっちゃ良くないですか。いいですね。ありがとうございます。こちらね、ぜひ何らかの形でまたねご確認いただけたらと思います。先生ありがとうございます。ありがとうございます。 そそしてその山本先生からなんとお三方へメッセージをお預かりしておりましてはいこちら私代読させていただきますえ山本先生からのメッセージ、まずは大原由衣子さん、1期、2期、3期、そして劇場版、大原さんに主題歌と挿入歌を作っていただけて高木さんの世界観を優しく表現していただけて嬉しく思います。 こちらこそありがとうございます。<laughs> そして参りましょう。梶裕貴さん、はい、西方というどこにでもいるような男の子のようで、とても難しい役を自然にみんなに愛されるキャラクターに梶さんだからこそ、演じてもらえたのだと思っています。西方役をライフワークにと言っていただけて、うん、すごく嬉しかったです。ありがとうございます。わあ、嬉しい。あ,<ー>ありがとうございます。僕はもう。 生涯西方宣言してますので <laughs>、えー、いつでも演じる準備はできておりますはい。ありがとうございます、はい、そして高橋理恵さんはい漫画には音はないので元々は高木さんや西方の声をそんなにイメージして書いていませんでした初めて高橋さんが演じてくれた高木さんの声を聞いたのはコミックスの CM だったと思います なんとなくの雰囲気くらいしか声のイメージのなかった高木さんがキャラクターとして生き生きと喋っていると感じられてもしもアニメになることがあるならばこの人に演じてもらいたいなと思いましたそして今高木さんを高橋さんに演じてもらえて本当に良かったと思っていますありがとうございますとまうわーこれは嬉しいね、はい そししててまだままだだ続きまして前回の舞台挨拶の際に高橋さんが私、山本宗一郎にこの景色を見てもらいたいとおっしゃっていましたがこうやって多くの方々に劇場に足を運んでもらい作品を楽しんでもらえて本当に愛してもらえる作品になったことを実感させてもらっています。高橋さん梶ささんんん声優陣の皆様大原さん 赤木監督はじめさまざまなセクションのスタッフの皆様が丁寧に作り上げてくださったおかげで思ってもいなかったくらいたくさんの人に作品が届いていることをありがたく嬉しく思います本当にありがとうございますとのことでしたいや本当ね先生もご来場いただいている皆さんも本当にありがとうございます。 こうして劇場版までね、作らせていただいてもうこの高橋さんの涙が全てを物語ってっますすね。嬉しぎる。僕らより先にねあの高、高木さんには声がついていてそこから、ね、こうして1期、2期、3期そして劇場と見事に演じきって、まあ、きっとこれからも続いてくれると信じてますけども。うんね、信じてまだまだたまたやりたい、うん それが先生にもね、届いててよかったね。うん、うん、よかったです。本当に、あの、いい <laughs>、えー、えー、っと。<laughs> すごい、あの。 でも先生の原作ありきで、うん、先生の原作をどういうふうに世界観に表していこうかってみんなが頑張ってきてよかったですねね、うん、そうだ、ねはい、本当に <laughs>、うんあのまあね、先生も今こういろんな連載そしてどれの作品もアニメ化して、ね、本当にお忙しい中で<え>こうやってねもう僕らのことも気にかけてくださって、うん、書き下ろしてくださって本当に嬉しいです、ね、嬉ししいいでですすね、うん、改めまして山本先生本当にありがとうございますありがとうございます。 ありがとうございましたなんかすごく山本先生の粋なからかいでしたねうわからかわれてんのかなんか DM とかでくれればいいのにとかでくれればいいのにこっちの方が嬉しいでしょみんなの前で言われるとね確かにねそう言ましたけどそかありがとうございますただからかいって本当愛情表現なんだなっていうのはねすごく感じましたねありがとうございます